おはようございます。高久恵美子です。だいぶ外の気温が低くなってきましたけれども、皆さん体調はいかがでしょうか。私はですね、まだ半袖で室内ではね過ごしているんですけれども、ちょっと外に出ると気温の低さにびっくりしますよね。というわけで今日は多くの女性を悩ませる冷え性をテーマにお届けしていきたいと思います。実はですね、冷え性というのは日本人の女性に多いと昔から言われていることなんですね。およそ3人に1人が冷え性というふうに言われています。年代別に見ていくと20歳前後のこう若い女性に多くて、次いで更年期の女性に多い、こういった統計が出ています。で、人間はどこで冷えを感じているのかということなんですが、特に腰とか下腹部、あとは背中とか手足の先、関節、こういったところに冷えを感じて痛みとか辛さにつながるわけです。冷え性の原因としては消化吸収力の低下とか、あとは貧血の人も冷え性になりやすいです。ストレスによって自律神経の変調をきたしている人も冷え性になりやすいし、女性だと筋肉量の少ない人っていうのはどうしても冷え性になりやすいです。どんな症状が出やすいのかというと、腰痛が出たり、下腹部が痛くなったり、あとは生理痛がひどいとか、めまい、立ちくらみがひどい、そしてお小水が近いとか、下痢をしやすい、こんな症状があります。で、シンプルに考えると、やはり基礎代謝量の低い人っていうのは、どうしても冷え性につながりやすいんですね。じゃあ、基礎代謝量の低い人っていうのは、どういう人なのかっていうと、まずは筋肉量が少ない人。そして食事の量が少ない人とか、食べた食事がそもそも消化吸収できていない人になります。筋肉量が少ない人っていうのは、運動することによって筋肉量を徐々に上げていくっていうことが対策になります。食事量が少なすぎる人とか、食べた食事がそもそも消化吸収できていない人というのは、体が栄養不足状態になってしまっているので代謝が上がっていかないんですね。食事の量が少なすぎる人っていうのは、食べているものの見直し、これが先決になります。体を温めてくれるものを食べる、これは温かいものを食べるっていうことも一理あるんですが、この効果って一時的なんですよね。皆さん、寒い冬にお味噌汁を食べたら体がポカポカして体が温まったっていう感覚があると思うんですけれども、これも時間が過ぎたら体が冷えやすい人っていうのはまた冷えてきてしまう。よく冷たい飲み物は体を冷やすって言うじゃないですか。これも一時的に冷たい飲み物を飲んだら内臓が冷やされるので、一時的に冷えた感覚になるんですよね。つまり温かいものを摂取したとしても、冷たいものを摂取したとしても、一時的に内臓の温度が変わるだけで、そのうち再び内臓の温度っていうのは元に戻っていくわけです。なので根本的に冷え性を改善するっていうふうに考えると、一時的に温かいものを食べて一時的に体を温めるというのは、冷え性に対しての根本的解決策にはならないわけなんですね。じゃあどうしたらいいのかというと、摂取することで体の代謝を上げて体を温めてくれる、そんな作用を持つ栄養素があります。それを日常的に食べることによって代謝が上がりやすくなる、かつ筋肉を作る元にもなるので一石二鳥なわけですね。はい、ここまでで知識のある方はお分かりだと思いますが、まず第一に意識していただきたいのがタンパク質です。タンパク質といっても質のいいタンパク質であるっていうことが条件になります。質のいいタンパク質っていうのはどういうことかというと、ちゃんとしたお肉、魚、卵、大豆製品であること。じゃあちゃんとしていないタンパク質って何かというと、いろいろ添加されているソーセージとかベーコンとかチキンナゲットとか、そういったものは質のいいタンパク質ということにはならない。そういったものっていうのは栄養素としてのタンパク質的要素は十分には持ち合わせていないので、食べるなら質の良いタンパク質であるっていうことを意識してみてください。で、タンパク質だけを摂取するよりも、ある栄養素を一緒に摂ってあげた方がタンパク質が活用されやすいものがあります。それが何かというと、糖質、そしてビタミン、ミネラル。はい、つまりはですね、食事をバランスよく食べた方のが冷え性の改善につながるよということになるんですね。なので、質の良いタンパク質、お肉、魚、卵、大豆製品、これにプラスしてお米もしっかり食べることによって糖質を確保する、野菜をしっかり摂ることによってビタミン、ミネラルを確保する、
冷え症の辛い症状で毎年悩みやすいという方は、ぜひ根本的解決策として食事をしっかり食べることによって代謝を上げる、かつ食事をバランスよく摂取する、これを意識してみてください。私もですね、子供の頃は本当に毎年霜焼けに悩んでいましたし、大人になってからも足先とかもう冷たくて痛いんですよね。デスクワークをしながらお茶を飲むと一時的に体がポッポしてくるけれども、それも数十分経つとまた足先がキンキンに冷えてしまう、そういったことを繰り返していました。今も冬はそんなに得意ではないですけれども、昔みたいに手足が冷えて痛い、辛いとか、そういったことからは改善されているので、ぜひ食事をしっかりとることで代謝を上げる、この効果を一人でも多くの方に体感していただきたいなと思います。はい、今日の内容が少しでも役に立ったよという方は、いいねボタンやコメント欄に感想を書いていただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。